みたいな。かぶってる。完璧にかぶってる。お解散したいと思います。やめそう。直せ。どうしたんですか、ゴリラさん。私の台本に大きくカタカナでバカと書かれていました。ひどいですね。誰がそんなこと。許せないですね。アオスケ、さっき休憩時間にあなたはどこで何をしていましたか。もしかして私を疑ってるんですか。正直に言いなさい。そんなわけないじゃないですか。私がゴージャスさんの大事な台本に赤いマジックでバカって書くわけないじゃないですか。あなた私はバカと書かれていたことを言いましたが、赤いマジックのことは言ってませんでした。あなた、しまった。ナオスケ、あなたが犯人ですね。面白いと思ったんです。あの時私は刺激を求めて控え室をさまよっていました。ふとテーブルを見たら、そこにはゴージャスさんの台本があったんです。その時頭の中で悪魔が囁いたんです。ここにバカって書いたら面白いぞ。きっとあの白いのはいいリアクションをするぞ。気づいたら私の手には赤いマジックがもう止まらなかった。直せ。つべこべつべこべと、なぜごめんなさいと言えるんだ。力作ですな。力作ですな。気合入ってますね。どうも始まりました。ゴージャス動画です。私がゴージャス、いやいや、頑張れ、いきまーす。頑張れ。そしてはーい、ノースケ、いやいや、キャプテン高見、いきまーす。キャプテン高見、髪サラ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 ーそのがいりオッケー。はい、オキちゃんです。よろしくお願いします。なんで最初から赤いマジックって言っちゃダメなんだよ。そう、赤いマジックって最初から言ったらもう自白してるんだよ。そう話が変地になっちゃうんですよ。3日ぐらいかけて考えたトリックなんですから。すごい、手の込んだ話だ。そう、嘘だよ。何でも信じちゃダメ。私1時間で考えて書くよ。、はい、でございまして、これはあれだね、ウォンリーはあの、はい、ゼータガンダムに向けたあのおじさんだね。これもいいお言葉だなと思いまして、うん、はい、今回使わせていただきました、うん、ありがとうございます。ゴージャスさんのことですよね、本来だったら。ごめんなさいって言えないから。ごめんなさいって言ったら負けになるんだよ。本当だ。本当に言わない人だった。アメリカの人はあんま言わないですよ。ソーリー言わないですね。ね、裁判で負けちゃうね。ディスカッション始めないでください。よし。はい、ではもう点数からいただきますよ。もう点数のシステムこのまま続けるのね。続けます。大丈夫ね。続けます。行きましょうよ。大丈夫。大丈夫。はい。今回のお言葉の点数は、16K6666頂点です。おお。この心は。何だと思いますか。逆にですね、そうですね。はい、聞いてみよう。ミステリー、色気ムン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 。急にセクシーな感じで。なんでムンムンなんですか。あ、ムーだからね。違います。何ですか。ヒントはですね、まだヒント、まだ答え言う気ない。まだ答え言ってなかったんですよ。いや、ちょっとこれはミステリーですから、謎解いてほしい。ヒントは、ゴージャスさんは昔持ってたもの使ってください。昔持ってたものを思い出して、視聴者の皆さんもお考えください。何でしょう。16666666。16666666。ちょっと早くしよう。16666666。ちょっともういらないよこれ。携帯、ガラケーの数字です。なるほど。はい。はい、一がアですか。アです。はい、六が、ということは六は歯だから、で歯五回、歯五回、はい、あほアホ。すいません。素晴らしい、素晴らしい、ミステリー。素晴らしい、ミステリー。本当にやめてほしいです。
何が素晴らしいってもう5分ぐらい使ってますけど、はい、なんですかこれ、すごいですね、なんで、はい、なんで、はい、いいじゃん遊び心でしょ、そうですね、パカって書いたりアホって言われたり楽しくやっていきましょう、やっていきましょう、はい、はい、ということで本日もオレガンプラを作れることで大人気のゲームガンダムブレイカーボンバーリーで遊びたいと思います。もう世間ではもうね、はい、アップデートされまして、そう、もうみんな一通りわーって言った後の、今日でございます。もうもうもうね、はい、ユーザーの皆さんはね、はい、もうお祭り騒ぎと、お祭り騒ぎで、ではもうある程度ね、うん、キャンペーンも堪能すると思いますが、ね、まあ我々ちょっとね出遅れております、ね、うん。まだ情報で入っていないところもあると思います。ただ今日はね、はい、本当に、うん、もう収録日言ってしまうと、はい、あら。我々のガンブレの誕生日でございます。おおおおお、あれ違うね。明日です。イブ、誕生日イブですね。誕生日イブ、誕生日イブ。今日29、あ、そうね。そうだね。ほぼ誕生日。前夜祭。前夜祭。おめでとうございます。ありがとうございます。それでですね、前回といいますか、まあ、前々回ぐらいですかね、はい、重大キャンペーンに関しては、はいはい、ご説明してるんですけども、はいはいはい、それに合わせてですよ、うん、バージョン 4.0 のアップデートがされておりまして、はい、ちょっとそちらの方もね、まだこの動画で説明しなかったと思いますので、うん、ちょっと改めて皆さんにご紹介したいと思うんですけど、まあもう皆さんはね、もうアップデートされてから1ヶ月ぐらい経ってますから、はい、もう遊び尽くして、ね、知ってるよね、分かってると思いますよ、上下部でいっちゃってるかも、怖い、ね、ただいまいち分からなかったところとかもあると思います、はいはいはい、あら、はい、これはちょっとね、知っていただきたいと思います、そうですね、はい、じゃあ復習の意味を込めて、ね、はい、ってみましょう、はい、説明していきたいと思います、はい、お願いします、はい、今回はですね、リファイン、より遊びやすくなった要素がたくさんありますので、うん、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います、はいはい、まずはストーリーミッション第20章が追加されました、どんな話、はい、久々のストーリー追加ということで、内容はですね、うん、特訓の末にガンプラバトルの極意を得得した主人公、はい、いよいよ夢の日本選手権へ行くんですが、大会に不正なプログラムが持ち込まれているという不穏な噂が入りまして、サナたちは不安を隠せない、さあ圧倒的な実力を持つファイターたちが集う中、日本一の冠を手にするのは一体誰かと、うわー、気になる内容となっております。真原健太郎じゃないの。ここに来て来ましたか、真原が、あ、ネタバレしちゃったかな、まさに来ましたかと、ぜひこれをですね、皆さんプレイして確認していただきたいと思います。はい、はい、このストーリーミッションをクリアすることでですね、重大キャンペーンの、うん、はい、ストーリーのクリアキャンペーンの方もね、同時に叶えられます、うん、ありますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。ストーリーがミッション20出たということは、はい、お、そうなんです。ということはフリーミッションの20も追加されます。そうだ、かっこいい、本当だ、うん、かっこいい。こちらもですね、ノーマル、はい、ハード、ベリーハードと追加されておりますので、ぜひクリアしていただきたいと思います。はい、はい、説明もありますけどね、ベリーハードの方ではジョブギアのね、設計図素材、ジョブギアピース、うん、そしてハードの方では主人公のライバルであるアイゼントーマのガンプラコード5のパーツがエアドロップしますので、はい、合わせて手に入れていただきたいと思います。コード5は売っちゃダメですよ、売っちゃダメ、はい、じゃダメダメ、はい、はい、気をつけてください、はい、一気に売らないようにお気をつけください、はい、気をつけてください。さあ、ではリファイン要素なんですが、さまざま追加されてるんですが、うん、まあ、ちょっとね、我々というかやっぱゴージャスさんにとってやっぱ一番関心があるという、はいはいはい、やはりプレイヤーレベルの上限が上がりましたので、もうね、今回は290までいっちゃいましょう。はい、ね、そうですね。違うんです、実は今回上限が500になりました。500、うん、今まで10ずつ上がってました、10ずつ上がってましたけども、ドンと500まで。500ね、500まで、はい。おい、どうなってんこれ。今までやってて思いませんでしたか。これ以上上がらないよという状態で経験値を手に入れて、はい、本当はレベルが上がるはずなんだけど、そう、エネルギーがね、また回復してる繰り返したってことだ。やきもきしてましたけども、そうですね、あったじゃないですか、はい、あれが解消されました。これは、はい、やばい、500ってどうよ、どうしよう、ね、デイリーチケット使っても満額いかないと多分これ。そうですよね、相当もう500までの相当長い道のりですから、はいはい、より楽しめるね、より、はい、ゆっくりとね、楽しんでいただきたいと思います、うん、はい、他にもね、リファイン要素さまざまありますので、皆さんちょっとご確認していただけたらと思います、はい、うん、そして、はい、もう一個注目なのがですね、うん、一部パーツ特性の情報修正がございまして、これは、はい、こちらちょっと説明をさせていただくと、うん、今までですね、パーツ特性で
敵の〇〇攻撃軽減率を〇%低下、はい、ありましたありました、うん、という、まあ、特性がありました、うん、はい、要はこの特性は相手の、うん、まあ、何ですか、ダメージ比率を、まあ、下げる、要はよりダメージが当たるようにするという特性だったんですけども、うん、はいはい、こちらをより分かりやすくする、より威力の上昇が分かりやすくするために、うん、まず威力上昇パーツ特性と組み合わせることで威力が増えるように情報修正されました。なるほど。まずですね、この、敵の〇〇攻撃軽減率を〇%低下という表示が、うん、まず変わりまして、うん、敵の〇〇攻撃被弾倍率を〇%上昇に変更されました、うん、要は敵の格闘攻撃被弾率を 25% 上昇、うん、なんていうと、敵の、格闘攻撃のダメージが 25% 上昇する、はいはいはい、お、なるほどなるほど、よりこちらのダメージが当たるという、ほうほうほう、さらにこちらですね、他の特性と組み合わせることで、うん、目に見えて威力が上がります。あら、はい、今までの攻撃力アップが、うん、格闘攻撃力アップ、うん、に加えてバフの威力が、バフの効果がアップする特性がありましたね。ありました。これがもう倍々に加わるんです、うん、なのでさらに今の、2つの特性に加えてこの被弾倍率アップをつけることで、うん、ものすごい威力が見える。あら、そんな掛け合わせ方が、はい、あるんですね。いうふうになりましたので、うん、ぜひこれは皆さんちょっと組み合わせてみていただきたいと思います。そうですね、ベストなやつを見つけるのもね、はい、楽しいかと思いますね。確かに、うん、ぜひぜひ。で、まあ、この現動画 の、 この公開段階ではちょっとあの別の、パーツになってしまってるんですが、はい、例えばあのインフィニティッド・ジャスティスとか、うん、エクシス・ガンダム、うんうんうん、はい、それぞれのパーツの方にも特性ございましたので、うん、持ってるっていう方はぜひぜひ使ってみてください、うん、はい、ということでございます。確認しましょう。なるほど、うん、そしてですね、うん、はい、続きましてはフォトスタジオの拡張ということで、フォトスタジオで利用できるポーズが10種類、10種類さらにエフェクトスタンプが5種類追加されました。すごい、はい、素晴らしい、すごいですね、やっぱりね、ガンプラはね、やっぱフォトスタジオで楽しい、そうですね、すごい楽しいですから、はい、これによりオレガンプラをさらに映えさせることが可能となりますと、おー、ということで、はい、では、まあ、どれだけ映えさせることができるのかというのを、うん、今回の企画でやろうと思います。おー、はい、題してガンプレ新ポーズフォト対決。おー、得意だから、得意、あー確かに物語作るのゴージャさん得意だから、物語得意一コマ漫画好きですか、ね、確かに、はいはい、ということで今からですね、お二人には新ポーズを使ってフォトスタジオでですね、生かした1枚撮影していただきたいと思います、うん、はい、はい、新ポーズであれば10種類どれを使っても構いません、うん、制限時間内に撮影した中で自信の1枚をですね、お二人それぞれに発表してもらいまして、うん、スタッフさんの投票が多かった方の勝利とさせていただきます。なるほど、はい、そして今回勝利した方には新ポーズフォト王の名誉が授けられます。やったよっしゃ、おー乗り切った、もらっていいんですね、いいんだな、差し上げますので、ね、はい、ね、称号になる、なります、掛け合います、自称は全然構いません、自称で、はい、じゃあ OK、消化試合ということで全力でお願いします、全力でいきます、はい、それでは頑張っていきたいと思いますが、ゲーム画面いきましょう、こちらです。新ポーズはですね、はい、こちら、はい、そのポーズ一覧の一番右から10種類が新ポーズになっております。はい、右から10種類、はい、1、2、3、4、5、これですね、ここから、はい、ね、ここから、うん、はい、躍動感、躍動感ありますね、躍動感ありますね、おー、いいですね、映えますね、これね、あー、キック、あー、キック、いいですね、ヒール、すごい、ヒールヒールが映えますね、おー、あ、すっごい足上がってる、すごい、おー、ですね、この足をね、大きくね、振り上げてる、うん、もないですよね、もういいですよ、これいいですね、おー、あ、構えがありますよ、いいですね、これも使えそう、そして、はい、スタンプ、そしてスタンプはですね、はい、スタンプ出しだけエフェクトにしていただきました、はい、はい、で、エフェクトの一番下の段の5つですね、おー、弾丸が飛んでってる、弾丸か、あ、弾丸か、弾丸飛んでってる、あ、弾丸の本当だ、あ、すごいリアル、あー、ちょっと今、あ、いいな、思いついちゃった、あ、本当ですか、さすがもうインスピレーションが、すごい、これ何、これ、これ何、これがですね、ちょっとあの見えづらいんですが、大きくしていただくと結構キラキラしてるやつ、素敵、
ミノフスリミノフスキー粒子です。ああ確かに。GM 粒子。GM 粒子。あれだ。トランザムのとバーンでしょこれ。バーンバーンでしょこれ。バシャル。わかる？これ。ザーって。ザーザーザー。やめえ分かってないだろ。俺の説明も悪いけど。どっちもどっち。リアクションを合わせてみた。お。あ。パネルだ。これですか。これこのこれ。ああそうですそうです。これそうですそうです。それああ確かに。これなんじゃないかなと。これなんじゃない。はい、あこれもね、これもあって、はい。それもそうですね。そっかそっか。はい、一応タイトル画面にあるそうです。タイトル画面。タイトル画面で。ああ、はい、チラチラしてる。はい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 。チラチラしてる。チラチラしてる。言い方よ。でこれで。はい、おお。これは炸裂？バーンってる。いいです火花。火花がね散ってる感じします、ね。うわあ広がりますねー。エフェクトスタンプは以上5つが追加されました。はい、うん。はい、うん。まあエフェクトスタンプに関してはあの新しいのを使っていただいても構わないですし、はい、はい、既存のものを使っていただいても全然構いません。なるほど。ただポーズは10種類のうちどれか1つでやっていただきたいと思います。はい。はい。どんな形でね作っていただいても構いません。気をつけていただきたいのは飾らないこと。危らないでしょ。とりあえず1個作っちゃうな、さっきね。うん。1個しか作っちゃいけないんですよ。法律はないんだ。ないです、ね、確かに。自由に作っていただいて。まあ、ただ、発表するときは自信のある1枚を。はい。え ?1 枚自信のある1枚を。その複数じゃなくて、やっぱ魂のこもった1枚。これだって思ったやつ今やってんだけど。これじゃなかった感がちょっと出てきた。本当。揺らぎますね。ゴジャさん、ゴジャさん。そう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 。あのここにラブって書いてある、はい、あの胴体。ザクウォーリア。ザクウォーリア。ありがとうございます。持ってる？持ってます。一応ねイベント期待だったから。はい、イベント期待ですよ、ね。あいた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 。ほらほらってないんだよ。ほら。足上がらないち。この無言のこの。いいですよ、この無言の全然大丈夫ですよ。一回休憩、皆さん取ってもらっていいですか。もう全然寝ちゃいますね、これ、うん、エフェクトスタンプセンス問われるな。やっぱこの新しいエフェクトも使いたいなって思いますね。そうなんですよね。ちょっとこれポーズを先に考えたから、ね、あのキラキラしたやつ使えばオープニングの再現もできますね。おーポーズはね、あのポーズは今までのポーズになりますけど。確かに確かに。これはじゃあこれでスクショしてもいいですかね。はい、あ、いいですよ。とりあえず一つ作って候補に入れてというのが大事です、はい、いや、待ってくれ。作ってみるとこれじゃない。こだわっちゃいますよ。そうですね、うん、こだわりが出ますよね。そう、一回持ち帰っていいか家に。持ち帰りたい気持ちもよくわかります。ちょっと、過去作が入ってきちゃうんですけど。過去作でいいですか？寝相悪いングガンダムはもうダメですよ。ダメですよ。過去作はダメですよ。過去作がちょっとね。今日はノーリバイバルでお願いします。自分はちょっとね、やっぱりちょっと、うん、ライバルは自分なんですよね。新しいスタンプできて、ね、過去の自分を超えることができるかというのは課題ですね。そうなんですよ。自分を超えられるのは自分で、ビヨンセも言ってましたね、うんうん、あんま過激なのはダメですよね。何を表現しよう。これダメでしょ。過激そんな映せないぐらいの過激。これダメだよ。これやばんだ。やばそれは。それはなの良くないね。それはダメかもしれないですね、うん、でも面白いじゃない。俺もこうそうですね。いつからね、ゴージャスさん迷惑系 YouTuber になっちゃったのかなっちゃいますから。なっちゃう。これは違うんだよな。よく考えたら過去直輔さんで同じことやってましたし。あ、そうだ、ね、私に向かってキックしてた、はい、ガンダムカフェの時に直輔さんにキックしてもらいました、ね、やっぱ過去の自分超えられないですよ。過去の自分超えられてないですこれでしょ。それです。見てみたらひどいな。ひどい。何ひどい。本当にキックしてるわけじゃないんだから。いやいやいや、すごいですよね。直輔こっち向いて、はい、それは後ろも見て見るふりですよ。確かにキラキラがかっこいい。なおさんは2作品目も順調に作ってる感じがあります。はい、いや僕もう2作品できてますから。あ、へぇできてるんですか。できてなかった。できてたんですね。いつの間に。
ジャスさんの方分かる気がするんですけど、結果外でだけだな。外でだけだな。いやこれはまあね、うん、これは違う、これは違います、これは違うけども、はい、あ、ちょっともう一個作りたい。まずまあ玉数的にはあるんですよ、これ玉数的にはね、うん、これはあるぞ、これはあるぞって、うん、玉数は必要、あと10分ですね、本気を出せばね、10分あるのが全然ゴリラさん作れちゃいますから。ちょっと今日なんか調子出ないんですよ。ちょっと待って、あれ調子出ない、悪くないんですけども、数打つタイプですね、うん、今はわさびさんに負けないぞ、はい、負けないぞ。すごい、もう目標は大きくいきましょう。わさびさんに負けるわけない。俺に力を。あれ負けないけど力は貸してほしい。あー、分かってる分かってる分かってる、そうなんだよね。誰と会話してるんですか。わさびさんですか。わさびさん、ディスコードつなぎ。わさびさんとディスコードをしてるんですか。知らない。わさびさんマジで知らない。怖い怖い怖い。これを機会に繋がろうとするやめてます。おっと、急に来た、急に来た。おお、来た、よかったよかった。あと2分で来ましたね。2分。まだ時間ありますよ、大丈夫です。ここでいいですか、わさびさん。スタンプ、私ここですよね。さあ、心のわさびさんに確認。そこだよ。わさびさんが答えてくれた。聞こえてきた。心のわさびさん。聞こえてきた。さあ、ここで時間となりましたが、お二人とも。アディショちょうだい、アディショ。アディショ。アディショナルタイムはあれですよ、そのロスタイム的なことであって、時間足んなかったから追加でくださいよ、アディショナルじゃないです。ちょっと待って、今来てる来てるアディショナルタイム発動ましょう。さあ、長瀬さんもゴイザさんもできましたと、はい、ということで分かりました。じゃあここで終了といたしましょう、はい、お疲れ様でした。楽しい。さあ、それではお二人とも世の中でのベストな1枚決まりましたので、はい、一斉に出していただきましょう。はい、はい、そしてプレゼンしていただきたいと思います、うん、それではまずお二人の作品はこちらです、どうぞ。おっと、お二人とも最後のやつじゃなかったんですね。うん、じゃないですね。アディショナルタイム使ったのに、まあでもまあいいと思います。はい、できました、はい、じゃあまずは直輔さんからお聞きしましょう。直輔さん、この作品のテーマなど、はい、はい、これは、はい、アイドルファン、うんうんうん、夏の陣です。なるほど。やっぱりあの、はい、このお台場、はい、お台場を背景にして、なるほど、お台場アイドルフェスティバルが、ね、ありますからね、夏ね、ありますね、なんで、そう、はい、でもう急いで、はい、あのなんていうんですか、まあね、彼らの武器、はいはい、あのサイリウムを持ちながら、サイリウムを持って、そう、多分ピンク推しなんですよ、はい、次はこちらアイドルって言って走り回っているっていう夏の風物詩ですね。なるほど、はい、それをガンブレで表現しました。素晴らしい、愛を感じますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、さあ、対しましてゴージャスさん、何ですかこれ、これはどういう作品でしょうか。ちょっと GN の粒子の方がお断りしております。出ちゃってた、出ちゃってた、あ、すいません、今日出ちゃってて GN 粒子出ちゃってて、ごめんなさい。粒子の方ちょっと、すいません、ちょっと店舗入れないんです、すいません。ここにも書いてあるじゃないですか。ジェネルーシの方、ちょっとすいません。でも今日そんなに出てないんですけど、ダメですかね。ちょっとダメなんですよ、すいません。今日出ちゃってんだな、うん、みたいな。俺なんて弱いんだよな。いや、聞いたら面白いですね、なんか精一杯おけちゃんは乗りましたけど。いや、でもなんか素晴らしい、あの聞いた時にはそういうことかと、うん、あれよく分かりました、うん、確かに。いや、ちょっと待って、2枚目ちょっと本当に怖い、ダメだよ、やっぱいいじゃないですか、ね、ちょっとやっぱいいじゃないですか、今日は本当に楽しくなるし。ゴージャスさん、一番最初に一コマ漫画が得意だったので3コマ使わないんですか。そうだよ、何を3コマ使う。まずは最初にその漫画の表紙出して。何違うんですよ、この単行本のページにあるじゃないんですよ。戻してください、これを買いに来た、戻してくださいよ、これを買いに来て、ちょっと早いです、すいません、今日サイン会、サイン会なのに先生のサインが欲しいんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、何枚使ってんすか、4個はダメだよ。
4個はダメですからね。4個はダメですからね。ちょっと本当に何枚楽しかったけど何枚使ってたルーン違反はルーン違反ですね。1枚1枚にしてください。ねえ知らないの知らないのいっぱい出てきた。夏のビア最高だぜ。ひっくり返っちゃってるから。だからこれマイナス。自分を自分を超えてないマイナスだから。ちょっとね本当に過去の自分って本当に怖いな。とらわれちゃう。過去の才能怖いやっぱり。やっぱね。はい。何をしれっとこれを最後に出してください。で、これですかね。はい。GM 入手またお断りですね。いやこれ負けたくないな。ちょっと眠すぎて。これに負けたくないな。楽しかったね。楽しかったね。まあ確かに。ただこの1枚だけで判断していただきたいですね。そうそうそう。ラストもこの1枚。ここで、それでは今回ですね、判定の方はですね、前回、前回と言いますか、お料理やる対決の時ですね、ラスケさんが男性スタッフが多いと不利だっていうのをね、ちょっとクレームが入りましたので、今回のスタッフの皆さんは男性2人、女性2人にさせてもらってます。素晴らしい。でももう何にもイチャモンつけられないってことですよね、私。そうです、もうイチャモンつけられないですよ。よし。分かってたんで、自分でイチャモンだって。公平な審査を。公平な審査していただきましょう。はい。では、ゴージャスさんの作品が良かったと思う方、挙手お願いします。あ、ゴージャスさん手下げていただきます。直輔さんの作品が良かったと思う方、挙手お願いします。なんと、分かりやすく男性2票、女性2票で割れました。頑張りました。さあ、2-2です。やっぱ審査員、スタッフの方をね、ちゃんと分けた甲斐がありましたね。すごい。となったら、この時ですね、はい、最終ジャッジをする人にから決めてます。あー、男性だー。男性だけど前もって最終ジャッジは決めてます。男性だけど直輔に甘い人だ。だから両方の条件は変えとられてます。男性だけど直輔さんに弱い両方条件変えとられてます。でしょうか。これはもう最終的に、もう発表していただきましょう。ゴージャスさんが直輔さんがどちらが良かったか最終ジャッジお願いします。直輔さん。負けた。嬉しい。負けた。激闘。嬉しい。やった。すごい。ありがとうございます。よーし。ちょっと他の作品も見たいんだ俺ちょっと。私ですか。どっちだっけな。これです。新スタンプ見てこのポーズを思い浮かびました。はいはい。弾止めてるんですよ。あ、ちょっと待ってください。弾を止めてるんですね。はい。かぶってる。完璧に被ってる。ジアのリアクションをまとって両方から来る球を止めるって被るんですね。ちょっと待ってくれ。一番最初にやったんですよ僕がこれ。そう。危な。やった。真剣に私ちゃんと作ってましたもん。やがった。今回も下手したら被る可能性があったということですね。危ない。あとはこれですね。ほらこれかっこいいじゃん。はい。ハロハロ狩りです。ハロが武装聞いてみたら武装でした。ハロなんて平和の象徴みたいなボスなんだから変わるんじゃないよ。かわいそう。しかもこんな全力で噛んだんて。かわいそう。切り込みねえじゃないよハロが。なんてことしてんだよ。ジャギジャギーンスチャっていうところじゃないんだよ。こういう作品に増えそうですよねこのねポーズは。そうですね。面白い。なんかやっぱりこう新しいポーズで遊びが増えましたね。そうね。面白くな。さあでも改めまして、はい、今回の新ポーズフォトは直輔さんに決定しました。やったー。ありがとうございます。まあでもみんなもちょっと一回これね、はい、新ポーズだけで遊んでみてもちょっといいかもしれないですね、うん、そうですね、うん、やっぱ新ポーズだけで、はい、作ってみると新しい発見がね、うん、また出ると思います。20分以内に自分でね時間をね、はい、設定してこんなに追い込まれてたんだっていうのちょっとね感じてほしいね。あ、同じね体験を、はい、でも今ゴージャスさんにですね、うん、新ポーズいろいろ作ってほしいっていうことが受けましたんで、はい、久々にここでですね、うん、ゴージャス動画ビルドカップ開催したいと思います。久々、はい、今回第6回目でございます。6回目、はい、6回目となる今回のゴージャス動画カップ、うん、テーマはですね、新ポーズにさせていただきます。お、ほんとまさにこれ、はい、まさにそうです。まさにこの新しく入った10種類の新ポーズどれか一つ使って撮っていただきたい、はい、ポーズだけね、ポーズだけです、うん、はい、それ以外の規定ございます。はい、はいはい、
あと20分以内に。それは分かんない。もう自己申告ですね。20分でできましたっていう。自己申告制ですけど。もう自己申告制ですけども。はい。ということでバージョン 4.0 の新ポーズを使ったフォトを撮っていただきまして、うん、ハッシュタグゴージャス動画新ポーズ。うん、新ポーズですね。新ポーズ、はい、ゴージャスとか新ポーズをつけて、はい、SNS に投稿をお願いいたします。はい、はいはい、こちら、開催の日時は、うん、もうこの動画が公開されたこの瞬間、はい、からですね、はい、9月1日の23時59分まで、うん、になっております。ほう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 。ので皆さんどしどしとご投稿します、はい、ぜひぜひかっこいいのや面白いの、うん、何でもいいので、はいはい、送っていただきたいと思います。お待ちしてます。はい、ということでエンディングはオケちゃんから、うん、はい、ここで番組からお知らせがございます、うん、はい、現在ガンダムブレイカーモバイルでは3周年記念ゲーム内重大キャンペーンを開催中でございます。うん、こちら最大3000連のガチャチケットがもらえるキャンペーンをはじめとした超豪華キャンペーンを開催中です。ちゃんと回しておかないと後で苦労するから、ガン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 回しましょう。はい、はい、またですね、初心者の方やお休みしていた方向けにも豪華ログインボーナス用意されておりますので、うん、ぜひ機会にプレイしていただきたいと思います。うん、さらにさらに8月10日からはですね、うん、ボーナス動画連動特別ログインボーナスが開催中でございます。いいな、来てるこれ。そうなんです、ね、こちら最大1500ハロチップやスキル強化ナイフ、特製強化ピンセットなどもらえる超特別なログインボーナスになっておりますので、こちらもぜひぜひこの機会にプレイしていただきたいと思います。いい、いいって言ってて。いや、だって、だって、いい。いや、もういい、もう、いい、もう、頭上げてください。スカブカと、スカブカと感謝をされていたんですよ。読みでね、おいそさーって言った感じが聞こえてきたんですよね。全然、全然、全然。対等でやっていこう、これ。対等だよ。対等じゃないやつを見せる。はい、そんな感じで、はい、最初に、ね、デモリアってこのね、うん、これからもゴージャス動画でもね、はい、力を入れて頑張っていきますんで、皆さんもね応援して切磋琢磨で頑張っていきましょう、うん、はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。え、福岡行けるの？まさか。え、え、いやいやいや、まだなんちゃって、とんでもない匂わせ